まあ、ジャンボリーの、あのね、多分香川さんのお見えになった時はもうあの木がなくて、はい、あの切りたてのなんていうか土波を切った、はい、土の土手だと思うんですけど、はい、そこは全部観客席です。ジャンボリー当時のここにお客さんがいたんですか。そうです、ここの広場に。でこのステージはその後作ったもんですけど、この場所ですか。この場所です。あの、はい、ということは、中津川が69年からあったんですか。そうです、69、70、71、71、3回ですね。ということはその70年に僕は初めて見させてもらったんですけど、71年もここですか。そうです、ここです。ああそうですか。ああ、これぐらいのあれやったな。ここに寄ってるような人っていうのは大体暇で何にもすることがない人が多いと思います。そして僕もそうです。何にもできない者同士が何かやるっていうのは何か素晴らしいものが起こると思うんですよね。北の果てから南の町へほっつき歩いて、何と言われようとやめられないんだ、やめられないんだ。住んでみたくなるような町もあったけど、いつも季節変わればそれまでだったよ、それまでだったよ。あのレールのずっと向こう、どこまで行けるのかね。本当この先僕は何をすればいいのかね。落ち着かないんだ。容疑者の薄明かり、夜空をかけてゆく、どこか知らない街で流れ星になるといいね、流れ星になるといいね。あの夜風でさえもきっと誰かに恋してる、いつになったら僕は君を好きだと言えるのかね、君を好きだと言えるのかね。あのレールのずっと向こう、どこまで行けるのかね。本当この先僕は何をすればのかね、落ち着かないんだ。北の果てから南の町へほっつき歩いて、なんと言われようとやめられないんだ、やめられないんだ。
ありがとうございました。